アルゴは、1979年から1980年に、かけて発生した在ンアメリカ大使館、人質事件を題材とした、ベン・アフレック監督、制作、主演による2012年のアメリカ映画である、第85回アカデミー賞作品賞受賞作品。イラン革命により、1979年2月に、ルホラー・ホメーニー率いる、反体制勢力が、 モハンマドレザーパフラビー国王をイランから放逐したもののその後国外に亡命したパフラビー元国王をアメリカが受け入れたことに反発したイスラム法学校の生徒を中心とした反米デモ隊が同年11月にテヘランのアメリカ大使館を占拠し52人のアメリカ人外交官が人質に取られただが大使館が占拠される直前に6人の アメリカ人大使館員が大使館から脱出し、近くにあるカナダ大使公邸にかくまわれる。しかし6人が脱出したことを新政府は気づいていなかった。これを受けて CIA 秘密工作本部作戦支援部のドニュー・メンデスは6人をイランから救出するため、アルゴという架空の SF 映画をでっち上げて、6人をそのロケ班のスタッフに身分にせ変させ秘密裏に、 テヘランから脱出させるという作戦を立てる。カッコ内は日本語を吹き替え1979年から1980年に起こったイランアメリカ大使館人質事件のカナダの作望についての映画である。監督はベン・アフレック。クリス・テリオは2007年のワイヤードのジョシュア・バーマンによる記事ハウザ・ユースと A flick 2。 レスキューアメリカンズ・フロム・テランをもとに脚本を書いた。プロデューサーのジョージ・クルーニー、グラント・ヘスロブ、デビッド・クロー・アンズは、同年にプロジェクトを始め、2011年2月にアフレックの参加が発表された。6月、アラン・アーキンが一人目のキャストとなった。残りのキャストが決まった後、2011年9月にカリフォルニア州ロサンゼルスで撮影が始まった。追加撮影は、 イスタンブールで行われ、11月19日に、ワシントン、11月20日に、国務省で完了した。なお、制作当時イランは、各兵器開発疑惑により、アメリカをはじめとする、欧米諸国の経済封鎖を受けていたこともあり、撮影は、イラン国内で一切行われていない。大使館の兵を乗り越える学生たちメヘラーバード、国際空港本作は、 事実をもとにした作品として高評価を受けたが一部事実と異なる箇所もある。ゴールデングローブ賞のドラマ部門作品賞と監督賞の2部門で受賞。2013年2月24日第85回アカデミー賞にて作品賞、脚色賞、編集賞を受賞。イラン国内では反イラン的映画、 歴史的背景をしっかりと描ききれていないという意見があり、イランアメリカ大使館、人質事件を別の角度から描く、ザ・ゼネラルスタッフの制作が発表された。日本では、ワーナーブラザースホームエンターテイメントより発売。ありがとうございます。